お,おしゃれなイントロこういうの好きだなうん最初からバッチリ雰囲気があっていいねありがとうお、奏、で真冬を見てる奏…で みんな今日はありがとうしばらく集中して作業したいから落ちるね僕もそうしよっかなユキエナナじゃあねうんじゃあエナナ私も待ってユキちょっと話したいことがあるんだけど何 ケイに、もっと何か言ってあげることないわけどれだけいろんなことを考えて、頑張って曲を作ってるか。想像するくらいできるでしょありがとうとか、お疲れ様とか言えばいいの。そうだけど、そうじゃないっていうか。 言葉にしてもらわないとわからない。それができたら最初にしてるから。っていうかそもそも甘えだと思わないわけえ全部言葉にしろって、それって自分じゃ何も考えるつもりないってことでしょちょっとは感じられるようになったんだから、もっと自分で考えて言葉にしたらうん。 そうだね。ごめん。あ、違うの。別に怒りたかったわけじゃなくて。今のは、ただの八つ当たり。八つ当たり私は、曲作りではあんまり役に立てないから。けど、あんたは違うでしょ自分でだってすごい曲を作れるんだから。 なのに、ろくに何も考えないし、言わないし、だからイラついて。<laughs> って、なんでこんな、私は小さい人間です、なんて説明までしなくちゃいけないわけほんとムカつく。今のは、エナナンが勝手にしたんだよ。うるさいエナナン。 何これを言うとまた怒るかもしれないけどその前置きがすでにムカつくで何ありがとうえこういうことをちゃんと言ったり怒ったりするのはエナなんだけどから まその調子で思ったこと口に出せばあんたの言葉って端的すぎて色々ムカつくけど間違ってたり的外れだったりしたことあんまりないしねうんけどムカついたら普通に怒るからそのつもりでいなさいよムカつくのと怒るのは同じじゃない そういうのは言葉にしなくていいから。まあ。じゃあ、言いたいこと言えたし、私もそろそろ落ちるから。うん。おやすみ。おやすみ。はぁ、あ。まったく。真、まあ、冬ってば、なんでいつもああなわけまあ、前よりは会話もできてる気もするし。 変わってきてるっぽいのはたまに感じるけどああでも今はもっと面倒そうなのもいるんだけどねあっちは言葉にしようとすればいくらでもできるのにあえてだんまりだしな聞き出そうとしてもいいようにかわされちゃうし真冬とは違う意味で厄介っ,っていうかずき。瑞 なんで、何も言ってくれないわけ私そんなに頼りないはあじゃあ私もそろそろ落ちるね おやすみ、けえ。かなで、いつもの調子が戻ってきてるみたいで、よかった。それに、真冬も。となると、あとは。しばらく話せてないな。瑞希にお願いしたいこともあるし。 よしあ来た来たおはようおはようそれでアレンジしてほしい服ちゃーんと忘れずに持ってきたうんこれ柄が可愛くて買ったシャツなんだけどなーんかやぼったくてへえ 確かに柄はいい感じだね。けど、うーん、ちょっと裾も長めだし、襟の感じもなんかメンズっぽさがあるかも肩幅も。ああ、エナにはちょっと合わなそうだね。それで来た時に変なシルエットになって、やぼったく見えるのかも。そっか。ちゃんと合うサイズで買ったつもりだったんだけど。ま サイズにも幅があるしねよしじゃあ行こっかはいこれが完成イメージまず袖とエナの肩幅に合ってない肩周りは思い切ってカットその布使って大胆なホルターネックシャツにしちゃいまーすあとバスト部分にはギャザーも入れて 全体的にシルエットが綺麗に見えるようにしてみたよあいいじゃんかわいいでしょうじゃあこれで作っちゃうね <laughs> 正直誘っても断られるって思ってたから来てくれたの結構意外だったな。 何かいいことがあったとかあそういえば街で奏でに会ったみたいな話してたしその時奏でが何か言ってくれたのかなちょっとちょっとええー、なそんなにじーっと見つめられると僕困っちゃうなえあ今日いつもとアイメイク違うかもって思って見てただけ ふーんでも残念いつもと一緒です私のことはいいから作業に集中したら僕は十分集中してるよむしろ「心ここにあらず」って感じなのはエナの方じゃん別にそんなことけど何か考え事してたよねそれは前にみずきが。 街で奏でと会って話したって言ってたからどんな話したのかなって思っただけもう本当に真冬とは全然違う意味で手ごわいうん <laughs> 瑞んみイナが奏の話したから思い出しちゃったよ奏って本当にすごいなーってえ 奏がすごいなんて、そんなの今更でしょ。あはは、確かにね。けど、改めて感じたんだ。お父さんのこととか、真冬のこととか、いろんなものを背負って、それでも歯を食いしばって、ひたすら歩き続けてる。そんな生き方、絶対苦しいのにさ。 奏にはきっと諦めるっていう選択肢はないんだろうねそんな奏でだからあの真冬の笑顔につながったのかなって奏はいつか本当に真冬を救っちゃうかもねそうかもねそうだといいなけどなんで今その話をしたのん だからエナが奏の話をしたからだよ本当にほんとほんといや奏の生き方ってすごいよね僕なんてものすごーく潔く生きてきたからさ数量限定の商品を手に入れるためでもちゃんと列整理の時間になってから行くしアニソンのライブのチケットとかも 正規のルートで手に入らなかったらスパッと諦めるしはぁ、あ、潔いの例えがちょっとおかしい気がするけどっていうか年末行きたがってたアニソンのライブは確か最速選考と選考と一般と3回も申し込んでたでしょしかも人の目宿まで借りてそれに当日販売がないかどうかも 最後の最後までホームページにかじりついて見てたよね。ええと、そうだったっけなこっちは散々愚痴られたんだから忘れるわけないでしょまったく。どっちかっていうと、瑞木は思いっきり諦め悪いじゃん。ま、それに関しては私も同類だと思ってるけどね。出なきゃ私。 描いてみるようまく描けるか分かんないけどねあの時このまま絵を描き続けてやるなんて思ってないわけだしあ <laughs> こうするって決めた以上その通りにしか生きていけないでしょ 奏と一緒だねちょっと、なんで自分を抜いてるわけあんたもだからねへぇさーて、おしゃべりはこれくらいにしてあともうちょっとで完成だようん、楽しみにしてる ななんかか元気になってるかも。結局今日も何も聞けなかったけど今は邪魔しないでおこうかな。